こんにちは。本日ドイツのバイエルン地方っていう言い方でいいと思うんですけれども、ミュンヘンからですね、列車で実に6時間、ただ日本の列車よりも早いので6時間も乗ればだいぶ南に来ることになります。この旅の一番北のところはサンクトペテルブルクでしたが、そこから北海道の、稚内から九州の鹿児島までの倍ぐらいの距離、ずいぶん南下したことになってきたわけでして、ついにですね、暑さをこの旅でも久々に感じるということになりました。今まで暑いとは思わなかったんですが、いや暑いもんですね。ここがベネチア、イタリアのベネチア、ベニスです。これがここまで乗ってきたあれね、あのユーロシティ特急列車でございます。あの2003年だと思うんですけど、ポケモンのですね、なんだっけ、あのラティオスとラティアスのやつ分かります？あの水の都の守り神ぬんかんぬんみたいなやつ、私もあの映画好きでしたけどね、あの時がまだ最後におまけがポケモンがなかった、そんな映画だったんじゃないかなと思いますが、このベネチア、ベニスはその舞台となったようなところでもあるそうでございます。大勢人が座ってるからね、みんなあいつ何一人で喋ってるんだってこっちの方見てますけど、まあいいでしょう。上野動物園の入り口をなんだか巨大化させたような駅、これがベネチアのサンタルチア駅です。どこにも駅とかステーションとかサンタルチア何にも書いてない。これよくこれで分かるなって感じ、まあ分かるなっていうかね、あの分からない人もいるでしょうというところですが、素晴らしいですね。これびっくりしました。こんなにねいいところだとは思わなかったです。私もあの東洋のベニスとか言ってね、どこだっけ、どこのことを東洋のベニスって言うんだか忘れちゃいましたけど、あの日本にもありましたよね。いやないよ、ごめんなさい。その東洋のベニスって言われてるところは、あの中国のあの広州だわ。あの観光の勉強だけして知識だけはあるんですけど、行ったことはありませんけど、まあいいんだ。あのだから今東洋のベニスなんてところにも行ったことはなかったわけでして、初めてですね見に来ましたけど、これは素晴らしいですね。こんなにいいところが地球に存在するのかと、いやびっくりしたもんです。これは来てよかったよ。一発で駅を降りただけで気に入りました。こんなにすごい場所はなかなかありません。観光客がいっぱい来るというのもよくわかるところです。このベネチアはああいった街の橋々にですね、水路が巡らされているそうでして、そこをさまざま水運などで昔栄えたところ、今は多分そんなことはないと思うんですけど、でも観光客用のゴンドラ、あれが浮かんでおります。そういうわけでまたあの水運で栄えたところですから、古くは商業都市としても、繁栄をしておりまして、有名な小説ベニスの商人、あれを作ったのはウィリアム・シェイクスピアだから小説じゃなくて、ごめんなさい、戯曲でしたけれどね、すいません間違えちゃいましたけど、有名な戯曲ベニスの商人も、この地が舞台となっております。なんだろう、まさか救急車に当たるものですかね。すごい勢いであの辺をザブザブと涙出せていきましたけど、だとするとそれだけもうここでの水運は今でも盛んということでしょうか。確かに自動車が通れるような場所が全く見当たりません、駅の周りに。苦しんでおられる方がおられるね、苦しんでらっしゃる方がおられる中で大変恐縮ではありますけどね、すごいな。でも救急車まで船かと、よっぽどここは本当に水の町なんだなってことがよくわかります。私お魚が好きでして、なんでお魚が好きなのかっていうと、あの半分はですね水が好きだからなんですけど、だからこういう水がいっぱいあるところってね、こう嬉しくなってくるんですよね。魚心に水心みたいな、そんな感じですけど、全然ね私にはね、あの魚心みたいなものは備わっておりません。ここは水は関係ないんですけどね、浅草寺の仲見世通りを洋風化した感じかな。仲見世通りとはまたちょっと違うけど、でも、この人混みのこの雑多な感じと、周りに観光客相手の商売ばっかりやっている人たちがたくさん並んでいて、物価が大変高いというのが、どうもそのイメージです。ホテルへのアクセスにはですね、このようなこう裏路地を通っていくことになってるんですね。いやまあいいんですけど、多分この今明るい時間のね、観光地目抜き通りのところですから何も怖いとこはないと思うんですけど、ヨーロッパのこういう裏路地というと、何かこういうですね、こんなところからこうワッと出てきて、切り裂きナイフみたいなもので、なんかやらせるんじゃない、切り裂きナイフなんていうの、飛び出しナイフ、バタフライナイフみたいなもので脅されるんじゃないかなんて心配が出てきますが、少なくともこの穏やかな暖かい気候のもと、特に今のところそういった心配をするような場所ではなさそうに見えます。ちなみにあのヨーロッパの観光案内もお願いしております。あの私のお供をしてくださっている A さんによるとですね、ベネチアというところはそんなに治安は悪くはないらしいということなんですが、しかしその代わりにあの観光客相手のぼったくりみたいなものがしばしば見られるということを伺いました。本日のお宿はですね、このホテルビラローザってやつなんですが、あ、これ民宿かと思うんですが、多分これ昔からのこの建物をそのまま使ってるんでしょうね。というかほとんどこの辺にあるものはみんなそんなもんばっかりで、新しい建物など存在しません。入り口は右側かなと思うんですが、そうだったかな、なんかそうっぽいですね。あの本日もですね、この辺りの物価は大変に高く、1泊1万6000円だそうです。早めに予約したから私はもうちょっと安いと思いますけど、ホテルの部屋はね、こういったところなんですけど、これでもう全部なわけですよね。ちょっと狭いわけですが、まあでもあのエアコンがついておりまして、どこだ、これに ありますね、エアコンね、エアコンなんですけど、これですね、エアコンがついているホテルの部屋というのは
この旅始まって以来初めてじゃないかな、多分そうだった。いや、あれはモスクワについてだな。だからあの2回目ですけどね、そんなところなわけでして、これで割といい方だそうです。本日今日予約すると、これでこの部屋で1人1万6000円かかるということです。ちなみにあのここ今部屋しか映してませんけど、このホテルはもっとですね全般的には綺麗なところでしたよ。あのただちょっとこの部屋がちょっとバカし広くはないというだけのことでした。あのですね、私は大変に心優しい性格をしておりまして、あの虫とかが飛んでてもね、あ、虫が飛んでるな、蚊がほっぺた、あ、血どうぞいっぱい吸って元気な赤ちゃん産んでくださいねみたいな、そんな感じなんですけど、今日はですね、あの辺からフラフラフラと入ってきた蚊をこうバシーンとこう物の見事に殺戮するということにしました。ヨーロッパで、ね、変な病気なんか移されちゃったらたまらないのでね、申し訳ないし死んでもらったわけですが、あのここにありますこれですね、これ虫除けスプレーですが、あのこれでもってプシュープシュープシューと、まあ私実はねあんまり刺すところないんですけどね、全身この格好ですから、まああのそんなに懸念すべきこともないはないんですけど、あの一応蚊が刺さないようにとこういう風なことをしてきたわけです。これまでですねこの旅で、蚊が登場したことは一度たりともなかったんですけれども、このベネチアは水の都ですが、水が大変に多いので、蚊がこうプスーと刺すんですね、蚊がいっぱいいるわけです。早速このホテルの中にも、さっきこのドアの向こうに、1匹おりましたし、この部屋の中にも1匹いるという状態でした。ベネチアって多分海なのかな、海じゃないのかなと思うんですけど、 なんで蚊が海水でも生きられるんですかね。そんなことないでも不思議なことですが、まあまあいいですね。あのさっき言ってた東洋のベニスでしたけどね、あの東洋のベニスってなんか2つぐらいあるらしいんですけど、あの堺、大阪府堺市も東洋のベニスなんだそうです。ただね、私あの大阪の堺に行ったことがありませんので、なんとそんな こんなね素晴らしいところなんだったら、ちょっと堺にも興味が出てきたから行ってみたいななんて思うところでもあります。また小樽もですね、あそこは北洋のベニスとかそういう風に呼ばれてるらしいんですけど、小樽もまたベニスみたいな感じになってるらしいですね。本当かなと思いますけどね、こんな素晴らしいところ、小樽ってこんなとこじゃないですよ。いや小樽は小樽でいいところだと思いますけどね、でもこれはちょっと違うんじゃないのかなと。小樽運河とね、このベネチアのこんな感じのね、今に根ざしているこの運河とはね全く違うんじゃないかなというふうに私はとても思いますね。これですが、今 TAXI と書いてあります。あれタクシーらしいんですけどね、タクシーですよ。あのベネチアの街はもうやっぱり自動車の乗り入れっていうのができないんだそうです。さっきあの電車で持ってこのベネチアに上がってきたんですが、ここ島なんですけどね、ベネチアってね、あのここまで電車で持ってきたんですけど、そこまでアクセスするのには自動車の道路ってあるんですが、島の入り口から先は自動車全く通ることはできないということになっておりまして、そしてあのこのベネチアの中はもう基本的に徒歩での移動、そうでないもの交通手段はといえば、あそこであのようにわーわーわーとこう動いている船、ゴンドラというのは観光用の、まあ、あのこう何十分何円みたいなのなんですか、こう連絡船とかとは違う、まあ、あの観光バス的なそういう存在みたいですね。観光船とか遊覧船、そういう言い方が一番適切でしょうか。あの橋もですね、人間しか渡ることができず、自転車の通行さえ禁止になっているほどだということでございます。いや、ちょうど夕方ですからね、こんな風に綺麗な景色がねこう広がってるわけです。いや綺麗だな、これですね。あのこれちなみに私これ何をやってるのかと言いますと、あのベネチアのなんか仮面舞踏会とかいうのが有名らしいんですけどね、それでねこういう風な仮面をこうあの売ってるんですよ。これね、あのベネチアのこの仮面がまあいろいろ回ってんで、まあ有名だってんで、観光地のその目抜き通りみたいなところにも屋台でいっぱい売ってたんですけど、これ5ユーロってことで売ってたんですが、ちょっとぼったくり価格らしいということでですね、 A さんにあの値切ってもらいまして、5ユーロを4ユーロで買いました。 A さん曰く、いや3ユーロに値切ることもできたと、そのようにおっしゃってました。さっきの救急車みたいなやつも穴がちっていうか、多分本当に救急車なんでしょうね。これはあれだな、観光用の船じゃなくて普通にバス、水上バスでしょうね。これ観光客もいっぱい乗ってるけど、いや楽しそうだな、あれに乗るのも。あの長らくですね、私ベネチアなのかベニスなのかよく分かってなかったんですけど、ベネチアが正しいというか、あの本来の言い方らしいですね。ただ英語になりますとこれがベニスと読むんだそうです。あの多分北京みたいなやつだと思うんですよね。あの日本人は中国の首都北京のことを、あのまあ北京のことを北京と呼ぶわけですが、まあ、英語では北京というふうに呼んでおります。で、あのそんな感じでして、英語圏、まあ、イギリス人という言い方にしますと、あの日本人というか、まあ、イタリア人はこのベネチアのことをベネチアと呼んでいるわけですが、あのイギリス人は
このベネチアのことをベニスと呼ぶわけでして、そしてそのベニスという言い方があまりにも英語が普及しすぎてしまったもんだから、あのベネチアが本当なのかベニスが本場の方なのかよくわからなくなってきている。特に私たちみたいな日本人みたいなね、あのイタリア語も英語もどっちも母語ではないような人間はそういうふうに思うわけですけれど、正しいのはこれはベネチアだということですから、私も今後はとりあえずベネチアというふうに統一して呼びたいと思います。だって英語普段使ってないんだからね、それだったらベネチアって呼んどいた方がなんかいいんじゃないですか。なんかこういっぱいありますね。勝手に商品を撮影するとあれなんですけど、映り込む分には仕方ないというやつです。まあでも確かによく考えればね、あれ見た時に小樽にいっぱいあるの銀行みたいだなとか思ったんですけど、小樽って結構昔の銀行の跡なんかがたくさんあるんですけれど、ベネチアも昔の商業都市ですからね、運河が有名で、それで商業都市という共通点がありますと、まあ、確かに北海道の一番最初に人がたくさんですね切り開いていたというか大都市になったような町、商業都市小樽にも通ずるところがあるなというのは確かに今思い直すとよく分かりました。ヨーロッパっていうところはいいですよね。この地震が来ないからだから、まあ、特にその旧市街が破壊されるっていうこともなくそのまま残ってるってことなんでしょうね。あのイタリアは一応第一次大戦で、まあ、負けた国なわけですけど、早いうちに降伏しといたからか分かりませんが、そのボロボロとなってるところみたいなのはそんなにないって聞くんですけどね。日本の昔の特に山陽地方のね、岡山城だの、広島城だのね、小倉城もあれ焼かれちゃったんでしょ。なんかそういう風な名だたる名城がみんな焼けてしまったことを考えますと、こうヨーロッパってのは羨ましいなという風に、ね、こういつ見てもいつ見てもっていうか、前からですね思っていたんですけど、いや本当こんな昔からのものがいっぱい残ってて幸せなことですよね。これちゃんと使ってても、まあ、外側はこんな感じでちょっと古びてきてるような感じはありますけど、中は全部ちゃんとリニューアルされて綺麗になってるんですからね。サンクトペテルブルグでも同じことを思いました。サンクトペテルブルグのことを、ね、北のベネチアなんていう風に呼ぶという風に先日サンクトペテルブルグに行った時に私も申し上げまして、でその時にねベネチアに行ったらどんな風になってるのか楽しみですという風に言いましたが、全然違うじゃないかと思うんですけどね。サンクトペテルブルグにこんなところはなかったわけですよね。ベネチアはこうさぞやなんかこう水がいっぱいあるのかなと、ありすぎますね。これ幸せなことですよ本当に。これ全部水ですからね、落っこちないように気をつけますけど、向こうから何も来てないことを願いながら、来てないな、大丈夫ですね。こういう感じのとこですからね、これ嬉しいですよ。あれだな、茨城県のね水郷っていう駅、鹿島線の水郷というところから加藤須十二橋っていう十二橋巡りっていうのができるんですけど、あれにそっくりだな。水郷佐原、大体そんなイメージです。もっとも水郷佐原と一緒にされたらね、このベネチアはもしかしたらなんだそんな小規模なところとこの世界に名だたるベネチアを一緒に仕上がってというふうに言うかもしれませんが、まあ、イメージは似てるかな。それが昔ながらの市街地をすごく100倍ぐらいに濃縮したような感じのところです。すごいな、昔のポケモンの映画で見たのと一緒ですよ。ここなんかポケモンが飛んでったりしたみたいですけどね。まあそれはいいんですけど、こう狭いところにダイレクトにお家を建ててるんですね。もう窓の外はそのまんま、まあ、これなんていうの、 海なのかな、川じゃないと思いますから、まあ、海だと思いますけど、面白いもんですね本当に。もう本当にね、川の方が通るのは楽なわけですよね。こんな感じのところばっかりうねうねうねと通り抜けていって、なんかちっちゃい時の街を探検したのを思い出します。いやこういうところにね落書きをするようなやつはもうこう厳罰に処してどっか一生出てこられないように閉じ込めてしまえといつも思うんですけど、まあ仕方ありません。ちゃんとねその罪の重さに合った刑罰をということですが、まあそんなものから目を背けて、いや美しいところでございます。おじさんがジャバジャバやってんな、あの人はきっとあれでしょうね、自家用車で運転して近所の道を行っている感覚なんでしょうね。スーパーに買い物でも行くのかな。あ、ヤマハのエンジンだ。こんなところでも世界のヤマハでございます。ご飯はこんな感じのところです。気温はね30度実は超えてるかもしれないなぐらい、ね、ちょっと暑いんですけどね。でもね私結構暑さには強い方でして、これまだ私の中ではかなり薄着な方ですからね、全然平気ということです。これメニューもあります。こうレストランの外ですからね、気兼ねなく撮影できていいや。なんかいろいろあるけどイタリア語みたいなの書いてありますけど、あでも一応パスタ&ビーンスープペイツでなんちゃんちゃんちゃん、一応なんかあれだな、英語みたいな説明も併記されてるみたいです。ここのレストランがね、なんか日本のブログで安くてなんかとても美味しくてコストパフォーマンスがよろしいみたいに書いてあったから来たんですよね。なんていうところだっけな、 BAMA なんちゃらか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 ん
チャルランチャーとか書いてあります。あの注文したものですね、ムール貝のあのなんていうんですか、なんかあるじゃないですか、ムール貝のやつね、あれ注文したんですけどね、ちょっとこれはどうしたのという感じの。イカスミのサラダも来ましたよ。あそこにパンも置いてもらったわけですけど、これイカスミパスタね、間違えました、サラダじゃなくてイカスミパスタ。あのこのベネチアがイカスミパスタの発祥の地だそうです。とてもじゃないが美味しそうには見えないんですけど、私実は食べたことないんですけど、でも美味しいのかもしれない、多分美味しいでしょう。これですよね、この本当にどうしたのという感じ、この深いこの中で。それからこれです、サイゼリアでございます。あれですね、うっかりちょっとパスタをまた落としてしまいましたね。いつもこういうことばっかりやってるわけですけど、これこうテーブルクロスの上が真っ黒になりました。これですね、イカスミパスタ、まだ食べたことないんですけど、これイタリアとかですね、あのこういう地中海沿いのところでは、というか日本以外の国では基本的にスプーンなどを使ってこういうスパゲッティを食べることはないらしいんですね。不思議なもんですが、まあこれでいいや。こうやって食べりゃいいんですかね。この食べ方が正しいのかわかんないですけど、口の周りが真っ黒になりそうだな。あとね、あのイカ墨とかタコの墨っていうのは、このイカとかタコとか捕まえた時にイケスみたいなところの中であの墨を吐いちゃうことがあるんですね。でそうするとタコとかイカがあの調子悪くなったり死んじゃったりすることがあるらしいから気をつけて、なんていうふうに、あの昔ね、あの中学生ぐらいの時に勉強したもんなんですけど、そのイカとかタコが自分で吐いて自分でそれでね吸い込んで死ぬようなものを人間が食べて平気なのかよくわかんないんですけど、まあ大丈夫なんでしょうね。うん、見た目と裏腹に美味しいわ。これもいただきます。このチーズってやつがね、私実はあんま好きな食べ物ではないんですけど、まあ、あの出れば食べるんですけどね。うん、このチーズは美味しいな。またイカの上に落としましたんで、黒いチーズの出来上がりです。このムール貝もまた身が大きくて大変素晴らしいわけでございます。ロシアでも先日食べたんですけど、あそこで食べたのとはもう比べ物にならないぐらいですね。多分ロシアのやつはあの冷凍だったんじゃないかって A さんがおっしゃってました。うん、素晴らしいものでございます。幸せなもんですね、こんな地上の楽園みたいなところがあるんですね。いい作戦はいい仕事をねさせてもらって、皆さんに本当に感謝のしようもございません。ここの店の人すごい愛想もよくて日本語もなんかできるしねごめんなさい、私の口が黒くなってるけどね、うん、美味しかったですかと声かけてくれましたから、あの親指を立ててとても美味しいです、そういう風に、ね、答えておきました。流暢な日本語でね、素晴らしい。 BGM も流れております。素晴らしいね。これですね、多分あのシチリアレモンってやつだと思うんですよ。あの、まあ、我が国にもですね誇るべき山陽地方もしくは四国地方の瀬戸内レモンっていうのがありますけど、あイタリアもやりますねということでしょうか。ほらここに書いてあります、レモンソーダソロダなんとかなんとか、リモンイタリー、イタリアにとか言って、まあイタリアのレモンを使っております、そんな感じのことが書いてあるんでしょうね。ここはイタリアですよ。そうそう、知らない間にドイツからイタリアに来ておりますから。この店の人本当にね愛想がいいというか接客のあれを分かってるみたいですね。あのこれシャンパンは私が飲むんじゃないですよ、シャンパンを持ってこられて、あの結構高いお酒らしいんです。まあ別にいくらでもあの3ユーロとか5ユーロぐらいだったら、まあ別にちょっと高いのどうぞお飲みくださいよってことなんですが、あの美味しくなかったら、あの別に美味しくなかったらまた別の持ってくるから行ってくださいね、そういう風にね、あのさっきの愛想のいい日本語のできる店員さんがおっしゃってみて、うん、いい香りがしますね。あの白ぶどうの香りがしますよ。ありがとうございます。パンはですね、パンはこれお通しらしいんですね。あのどこでもこう必ず出てくるらしいと。だからパン代も取られる。まあ別にいいんじゃない。そんぐらいね、あのパンも美味しいんだから、こう立派なオリーブオイルってのも確かイタリアは有名でしたよね。そうだったと思いますよ。あのなエクストラバージンオイルっていうの、これがそうなのか知らないですけど、まあ、こうかけて食べりゃいいんでしょきっと。おっと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 かけすぎたかな。まあでもこんぐらい多分しっかり浸っててもそれはそれで、あのオリーブオイルというのも美味しいものかと思います。植物性油脂。健康の油とかなんとか、そんな言い方があったような気がしますけどね。うん、美味しいだろうな。うん、
まあ、本来ですね、パンはちぎって食べるのがテーブルマナーだそうですけど、まあ、ともかくフレッシュな感じのオリーブの香りですね、口の中に広がって美味しいです。いや、美味しかったですね。とても良かったですね。あの 44.5 ユーロもしましたけどね。で、あのしかもチップもあの置いてきましたんで、もう50ユーロぐらいになったわけですけど、まあいいでしょう。あのとてもね、いい思いしましたね。結構高かったですけど、でもまあ2人であのチップ含めて5000円だったらそんなもんかな。しかもね、あの A さんに結構いいお酒ご馳走したりしましたんでね、あのそれで値が弾んでるというのもありますが、あの喜んでくれたら幸いです。あのボーナスみたいなもんですからね。あ、とてもね、こう良かったみたいですよ。で、そしたらベネチア、イタリアで食べるものといったらこれなんですね、ジェラート。これがどこでもやっております。あの買いましたね、これジェラートってやつですね。あの有名なやつ。私ジェラートってもしかしたら食べたことなかったかもしれないですけど、なかなかこう立派なムシャムシャと乗っておりますが、 1.5 ユーロだそうです。 1.5 ユーロというのは、まあ、日本円に換算しますといくら、すみません、190円とか、それから200円しないというわけで、あの31何とかというのはバカ見たか、そんな感じですよね。こんなにたくさん乗っけて、これで 1.5 ユーロですよ。こうベネチアの観光地価格でこれですからね、大したもんだと思います。あ、ちなみにこれあのレモン味ね、あの言い忘れてましたけど、あのさっきもレモン食べたんですけどね、あのレモンだったら外れはないそうですよ。もう取れてます。ここ伸びるんですね。あ、そんなに伸びなかったけどね。こういうアイスありましたね、なんだっけ。弾力がありますよね、こうヨーグルトを食べてる感じ。この私のムシャムシャした喋り方でも分かるよ。食べても食べてもなくなりません。落ちて道を汚さないように気をつけないといけません。大勢の観光客たちが私は何を一人で喋ってんだろうと思いながら、これ、売ってるお兄さんもね、爽やかなイケメン風のお兄さんで感じよかったからチップあげたかったんですけど、そういうあの街のお店みたいなところではチップあげないことが常識だそうです。そんでですね、幸せなベネチア観光を終えて帰ってきたわけですけど、また明日もまたベネチアはありますんでね、あの逃げませんから、明日またですね、今日はもう早く寝ちゃいまして、早く起きて、もう観光客ばっかりだったじゃないですか。こういう時に私特殊な方法を思い浮かべてある、あの自分の中で作ってあるんですけど、観光客だらけのところで観光客なくして観光するには朝一番に起きて見るのがとても良いというふうに私の中の説で持っておりますんで、今日も早く寝ちゃうわけです。おやすみなさい。また明日。はい、それではおはようございます。本日が8月の21日になりました。今の時刻はですね、まあ、ちょっと結局ゆっくりめになりまして、もっと早くは起きてたんですけどね、今7時23分です。もうこの時間からこんなにいるのかというふうにちょっと驚くようなところもありますけど、でもですね、朝道はこれでもまだかなり空いている方でして、ここまでホテルからの道などはもう昨日の5分の1から10分の1ぐらいに人通りが少なく、朝まだですね、あのその人通りが少ない時間帯にお掃除ということで、道の清掃の人などさすが観光地ですね、しっかりと掃除をされていらっしゃいまして、道も大変に昨日の晩と比べてもクリーンになっております。すがすがしい朝。昨日は夕方結構暑かったですけれども、まだ暑くありません。ちょうど朝の通勤の時間なのか分かりませんけど、船がたくさん往来しております。まあこれはバスみたいなもんですが、人もたくさん乗っております。乗っている人たちのその装いを見るに観光客というよりはビジネスの人に見えます。つまり通勤客なんじゃないかなと思いますけれども、それがどうなのかは分かりません。あのここにあるのはですね、JR にしもんじゃい、間違えた、あのこれがあのなんかイタリアの鉄道 あのベネチアサンタルッチャ駅でして、このベネチアは昨日も説明したように島の形になってるわけですね。あのイメージとしてはね、 JR 西日本のあれですよ、なんだっけ、あの宮島口駅みたいな感じで、あの ここは島になってるんですけど、19世紀の半ばぐらいにですね、イタリアの本土とあの連絡をする鉄道の橋ができまして、鉄道でもって最初に陸続きという風になった、そんなところだそうです。
で現在もそこら辺までは自動車で来ることができるということになってるんですけど、まあ、要するにあの JR 西日本の山陽線にね宮島口中駅ありますね、あそこから今あの宮島連絡線っていうのが出てるわけですけど、あのそれが電車になったみたいな、まあ、そんな感覚ですよね。観光客の入りの感じもまあ大体そんなようでしょうか。でも宮島よりも随分と賑わってるみたいですね。でも宮島もやっぱりあそこも廿日市市ということで、あの大変ね大きな町でもありますから、朝の時間になれば宮島から広島の方へ通勤する人だっているし、逆に宮島へそこで観光業に従事する方は宮島に通勤する人もいるわけです。まさに今そういう船に乗っかってですね、観光業に従事する人が移動しているところもあれば、あとは市場での仕事とか物の納入とかですかね、あの卵なんかを積んで往来しているような船もたくさん見られます。あんな感じですよね、通勤ラッシュの人たちという感じです。後ろにはあれはイタリアの国旗ですかね、三色旗がかかっております。イタリアの国旗ってのはなかなか綺麗なもんですね。ちょうど教会の鐘も鳴っております。あの日本でもね、草津温泉に行くとあのセブンイレブンが茶色くなったりとかね、あとはどこだっけな、栃木県の蔵の町の栃木はセブンイレブンが茶色かったですけど、このベネチアはですね、バーガーキングがこんな目立たない看板になっておりまして、もう存在をひた隠しにしているかのようです。これはやっぱり観光地に配慮したということですよね。ベネチアってのはなんかあれなのかな、世界文化遺産みたいになってるのかな、多分 なってないんじゃないのかなって気がしますけど、あのよくわかりませんけどね、あのこういう、まあ、文化遺産とかどうとか、そんなどうでもいい箔付けはともかくとして、まあ、どうでもいい箔付けっていうか、本来あれはあの箔付けのためにやってるものではないんですよね。まあ、それもまた違う話ですから、あのああいう風なことって世界共通なんだなと思います。まあ、確かにバーガーキングのあの看板はない方がいいかもね。駅前にカモメの類がですね、こう2羽いるわけですけど、ちょっとなんか大きいんですね。映像でわかりますかね、大きいんです。これ他と見比べるあれがないと難しいかもしれないんですけど、ちょっとこう私のこう手のひらと比べますとビッグサイズなんですが、ダメですね、逃げていってしまいます。東京ディズニーシーに来たみたいですね。向こうになんかちょっとバスも走ってまして、あっちが自動車の唯一通れるエリアって感じなのかな。でもバスしかないからきっとあれでしょうね、あの立山黒部アルペンルートみたいな感じで、一般自動車は乗れなくて乗り合い自動車とかそういうの専用ということなんでしょうね。バスしか見えないもんな。朝の通勤ラッシュは本当に大忙しです。通勤ラッシュだけじゃないんだろうけど、まあ、自動車がバンバン走ってるその代わりというわけですね。でこのベネチアの人たち、こんなにすごいな、よくぶつからずにうまく小回り利かして乗れるものです。あれなど見てみますとね、止めてある船でもう通行止めになってるわけですけど、いいんだろうかね、ああいう止め方をして。いや、あれは人が乗ってるからあれか、路中っていう感覚かな。路中ですらないか、まあ、ただとりあえず停車してるっていう感じですよね。本当にいろんな船が入り乱れててね、大変だろうなと思います。奥のあたり、あれが橋ですよね、多分自動車と路面電車の走る橋があれだそうです。路面電車も今走ってるのが見えましたね。あれでもって、つまりあの本州じゃないんですけど、あの日本でいう本州に渡ってって、まあそんな感じです。バスターミナルがここです。さっきのあの大きな橋のすぐ脇のところにあるんですけどね、こんな感じいろんなバスがあります。なんか見ますとね、こういうこうミラノなんて書いてあって、これ大丈夫かと思うんですけど、ミラノって近くないだろうと思うんですけれど、多分あれですよね、わからないんですけど、東京にあの上野ってありますけど、群馬県に神津がありまして、え、なにこんなところに上野があるのみたいな、まあ、多分そういうあの同じような地名がいくつかあるようなパターンだと思いますけどね。あのバスはなんか長いバス?長いなぁ。いや違った、ごめんなさい、あの長いと思ったら、ただ同じ色のバスが2台並んでて間違え紛らわしいだけでした。失礼しました。このバスは本当に長いバスですよね。あの路面電車が来たんで今映してるんですけど、なんか線路が1本しかないし、その後軽トラックっていうかトラックになんか煽られ気味ですね。いや、ただ止まるから車間が短いだけか。なんで線路がこれ1本しかないの。こんな鉄道初めて見たんですけど、レール1本で走れるんですね。あ、路面電車だからか、タイヤみたいなノリで走ってるってことか。あー、不思議なもんです。あの名古屋にガイドウェイバスって乗り物なんですけど、こういう風なレールの案内機場みたいなやつがあってね、それで電気で取るから、差し詰めあのガイドウェイトロリーバスみたいな、そういう乗り物と理解すればいいということでしょうか。歩いていたらちょうどですね、目の前にこう美しく海が見えてきました。ここがあれなんだっけ、アドリア海っていうやつで合ってるんですか。違うかもしれませんけど、
そこ今ちょうど電車が横断しているのが見えます。まあ、正確には電車ではないんですけど、なんだもう次の電車が橋の上で待ってるな。本数が結構多いんですね。びっくりした、こんなことがあるんだ。前の電車が多分前に進んでいくまでずっと待ってたんでしょう。朝大変忙しそうですから、またちょうどベネチア・サンタルチアの駅からも列車が出ていったところです。あのバスはローマから来て、ああ止まっちゃったな。あんなところで止まられると写真が撮れないんですけど、まあ、しょうがない。ああダメだダメだ、もう朝のベネチアは大変に忙しいということがよく分かりましたよ。サンタルチア駅ってのはこれですね。もうこんな水のすぐ脇にあるんだ。まあ水のないところ、ベネチアに水のないところは多分ないと思いますけどね。列車がちょうどこう海を横切っていくところです。すごいな、あそこ一本来たと思ったらそのすぐ後ろにはもう新幹線が迫ってるんですけど、そんなに電車の本数が多いのか。自動車の本数も多いしね。さっき見た電車はここを渡って、そしてあちら側の本土へ向かうわけです。さっきのはどこ行った？見当たりませんね。あ、いた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 、ああいう風な感じか。結構これは距離がありますよ。歩いても行けないことはないようですけれど、まあ一般的ではないでしょうね。新幹線ももうこのまま駅へ入るのかな。ずいぶん長い電車のようです。空港もすぐ近くにベネチア空港っていうのがあるし、交通の便はかなりいいようです。そりゃまあ世界有数の観光地ですからね。駅の手前のところで分岐をする貨物船みたいなのがあるんですけどね、そこでね、おじさんたちが鳥に餌をやってまして、鳥がたくさん集まっております。なんかわかんないけど日本でもある光景なんですけどね、イタリアっていう感じがすんな。これこれはいいですね。おじさんのお腹がちょっと出てるのがいいな。あの路面電車やっぱ見たらあれだ、タイヤで走ってるよ。バスみたいなもんですね。やっぱりあの鳩がいたんですけどね、頑張ってるんですよあの鳩。普通とは違ってね、こう頑張ってる鳩がおりましたんで思わず映してるだけなんですけどね。何やら頑張っております。なんかこう普通とちょっと違う気がします。とことことどこまでも頑張ってくださいね、今日も一日。さてじゃあね、ブレックファーストがアベイラブルですからね、これドアの、これなんていうの、ハンドルをグリップしてプッシュ。朝ごはんなかなか立派なもんでね、あれでしたよ、なんだあのメロンみたいなやつとかも入ってましたよ。美味しそうなカップケーキがあってね、すごい食べたかったんですけど、カップケーキはあの他の人がねみんな食べちゃいまして、イタリア人にあの全部せしめられるというと、あの喧嘩売ってるような言い方ですね。ただ私の言ったのが遅かっただけなんですけど、全部なくなっちゃいましたんでしょうがない。でもね、あのパンもあのクロワッサンみたいなやつ、中に美味しいマーマレードみたいなの入ってね、いや美味しかったですね。あのフルーツポンチみたいなのがあった、まあ、あのメロンは実際にはね、メロン自体はそんなに美味しくなかったんですけど、でも生の果物がたっぷり入って食べ放題、お茶もジュースも美味しかったですよ。パイナップルジュースなんてのもありました。で、来ましたのがあのあっちにですね、駅なんですけど、まあ駅はもう映しませんが、あのここにあります、これ船乗り場ですね。これね、船いっぱいあるんですよ。あのまあ船がいっぱいあるのは、それはあのベネチアだから当たり前なんですけど、あのここから船の切符を買って、それであの要するに水上バスに乗っていくということになるわけです。遊覧船ではございません。これを見た感じでは路面電車とそれからあれかな、あの船、それの1日利用券が 7.5 ユーロ。これで路面電車もしくはこの船の、あバスかトラムか、違うトラムとそれから船の乗り放題が75分で 1.5 ユーロ、そんな感じですね。75分間は乗り放題、ドイツの方式ですか。わかりました。あのね、ベネチアの物価高というのはね、とんでもないことになっておりまして、この 1.5 ユーロ、このピクトグラム、これが分かんなかったんですけど、バスと路面電車が75分 1.5 ユーロで乗り放題なんですね。で、ベネチアのこの本島、島内のその移動に関して利用するこの船がですね、75分間で 7.5 ユーロするんですね。75分間船にああいうの乗り放題でですね、私9分ぐらい船に乗りは十分なんですけど、それでこれはあのつまりまあ900円ぐらいかかるというわけですから、なかなかにまあまあのお高級だな、そういうことでしょうか。ちょっとこれは悔しいのでね、いっぱい乗って戻るしかないかなと思っておりますけれど、
多分ここが 駅じゃないのかな、これそうだなじゃないのかなと思うんですけど、ちょ現在地がどこなのかよくわかんない。これじゃないか、これ村の塔とかそっちのいろんな島の方にも行けるみたいですよね。サンタルチア駅はどこなんだろうか、英語が一応書いてあります。こんな高くてもみんな乗るんだから大したもんですよね。オンリーウォーターバスストップ、これにタッチすれば、ん？これプライオリティの入り口だけだったみたい。こっちか、これでいいんですね。大行列だよ。この A 路線とか B 路線とかいろいろ分かれておりまして、ベネチアの観光の中心部へ行くにはだいたい B 路線 B 番に乗ればいいと思われます。早速抜かされちゃいました。もうヨーロッパではね、結構抜かされるということが多いらしいんでね、別に1人2人抜かされたからっていちいちそんなことに腹を立てたりはしませんが、ぼーっとしていると今後足元を救われることもあるかもしれません。あと3分で出るけれど、その次は15分後なのか。ちょっとこれは意外と本数が少ないですね。こんなにいっぱいいる割には乗り切れるんでしょうか、果たして。次のやつを待とうと思ったらね、NEXT MY IS VERY FULL とそういう風に言ってましたんで、あ、本当に俺も相当な混雑だとは思いますけどね。でもまあともかくちょうど窓際に立つことができたし、窓際というのか分かりませんが、それほど長時間の乗船はしませんから、いや混雑の外で目を向ければ大変いいところだと改めて思います。日本でも水郷みたいなところになりますと、ああいった風に、ね、あの水辺のところに設けたあんな勝手口みたいなところから船に乗り出して、まあ、水汲みをしたりとか、そこからあとあのお嫁さんが出て行ったりとか、そういうことをやるわけですけれど、ここは多分それよりは、まあ、飽きないをするお家から直接荷物を出すことができるとか、そういった割となんていうか商売の面で使うことが多いような気がするんですが、それは勝手な想像ですからね、どうか分かりませんけれど、どこを見ても猿でも美しい景色が映るような場所です。沿ったおじさんも大変に絵になります。何の建物なのか分かりませんが、大体十字架がかかっていれば教会だと思えばいいわけですよね。日本に神社ばっかりあることを考えれば、別にベネチアに教会ばっかりあることはそんなにおかしくはないような気がします。おお。実に美しいもんですよね。もう何も特にコメントのしようもありません。私の声が入っていない方がもしかしたらいいという意見もあるかもしれないけれど、一応ベネチアの美しい写真とか映像なんてのはいくらでも上がってると思いますんでね、せっかくうちのチャンネルを見に来てくださってるんだから、それらしい楽しみ方をしていただければまあいいのかなと思います。本当にこう川沿いに玄関勝手口みたいなのを設けているところが普通です。さっきね、横に立ってた人にね、なんか話しかけられたんですけど、英語が全然聞き取れませんで、 A さんにあのちょっとみっともなくも通訳してもらったんですが、アラビア語喋ってるのと、そういう風に言われたらしいんですね。日本語っていうのはアラビア語に聞こえることもあるんですね。不思議なもんです。あのまあアジア人の喋る言葉って随分これは聞いていると耳につく言葉だというふうに聞いたことがありますけれど、特に中国語など調整が随分強いものですから、かなりこれはいろんな人が聞いてもあっと分かるような言葉であると聞いたことがありますけれど、我々ジャパニーズの喋っている言葉はどうなんでしょうね。船の並走も当たり前です。あれは車内販売みたいなのやってるわけじゃないでしょうね。昔あの保津川下りをやった時にあれ越しに物を売りに来たっていうのありましたけど、それから福岡の柳川下りでも似たような車内販売、船内販売というものはありました。見てるとあれですね、川沿いのところは立派にいろいろ施してあるんだけど、見えないようなところはこんな感じで割と簡素に作ってありまして、合理的ですよね。こんぐらい十分ですよ。写真映えするのはもう前面だけですから、前面だけしっかり作っておいてくれれば YouTuber としても大変助かることです。船の本数はかなりあるようですけどね、先ほどから立て続けにすれ違ってますが、
このベネチアの水路のあちこちいろいろと混み入っておりますので、結局船の本数が多くても路線もまた複雑ということなのかもしれません。向こうにはゴンドラも止まっております。昨晩もご案内しましたが、6名までの貸し切りが基本的な運賃となっているようでして、ゴンドラに乗るのには80ユーロほどかかるそうです。80ユーロといえばつまり8000円もっといきますね、1万円ぐらいいくわけですから、ちょっと1万円かという感じですね。あの人たちは日本円に換算して1万円支払って今ベネチアを手漕ぎのあの船で楽しんでいるところというわけです。昔はあれがこの動力のついている船に代わって手漕ぎの船で移動するというのが普通だったそうです。あんな裏路地みたいな水路もあるんですね。実際に裏路地ですよね、もはや。あの 川といいますか、水路の裏路地、あちら側にもそういったものがたくさんあります。このベネチアはユダヤ人を数多く受け入れてきた、そんなところでもあるそうでして、ユダヤ人というのは商売がうまくてずる賢いなんていうふうにも言われて、あのつまりドイツ あの第三帝国の時代とかそういうよりももっと前からいろいろなところで嫌われていたわけです。なんか宗教上の理由でも嫌われがちな民族らしいのですが、残念ながら、あ、これが有名ななんだっけ、リアルト橋かな。あの先ほど確かベネチアは世界遺産ではないんですよねみたいなことを言いましたが、バッチリ世界遺産だったようでした。おお、綺麗だな。ユダヤ人はこのベネチアでもそれなりに迫害のようなものを受けてはいましたが、それでもユダヤ人特別税という、まあ、高額な、なんていうんですかね、住民税みたいなものをめちゃくちゃに払わせられつつも、このベネチアに多大なる経済的な貢献をしたということで、商売を栄えさせ、さらにはその大変重い税金もバッチリ支払ったということで、このベネチアを大きくして、そして現在のその観光地となるに至った、その基礎を作ってくれた、そんな存在でもあるようです。ね、金儲けってのはね、素晴らしいことだと思うんですけど、なんかこうみんな一生懸命 GDP を出してあげてるっていうのに、 GDP をせっせと刻んで、それでね、あの獲得したお金でさらにまた改めて GDP を刻むために消費をしてるというのに、なんかこう文句を言ってくる人というのは必ずいるんですよね。不思議なことでございます。停留所一つ分、リアルト橋の停留所に着きました。ここでもう十分ですね。もっとあとまだ、ね、あの10分ぐらいしか乗ってませんから、乗ろうと思えばまだまだいくらでも乗れるわけですが、十分今の一区間だけでかなりベネチアを楽しむことができたと思います。さっき朝食のシーンが出てきてね、早速で恐縮なんですけど、あの、まあ、時間とね、 YouTube の再生時間のその動きというのは違いますんで、お昼ご飯の時間ということにもうなっておりますんで、ね、まあ、ちょっと早いんですけど、どうせ混雑するから、だから早めに行っとこうというわけです。今12時でして、そこを12時にオープンするということだから、だから今すぐ行けばきっと一番乗りで混雑せずに利用することができるだろうと予想しているわけです。そして計らずもこの橋を渡ることができるようでございます。なんかお金欲しそうな人がいるからあげるか。ポケットにあの小銭ジャラジャラ入れときましたけどね、あの、まあ、そんなに大した額じゃない、1ユーロも多分いかないぐらいの額だったと思いますけどね、でも喜んでくれたんでね、良かったですよ。でその方がこの景色も幾分かよく見えてくるもんです。多少のそんぐらいはね、やっぱりあのお金稼いでる以上はやっといてもいいかなと思っております。街中のトイレってのはヨーロッパだとお金がかかるのは珍しくなくて、もうウラジオストクからずっとそうなんですが、ここはすごいぞ、 1.5 ユーロトイレ1回使うの200円ですよ。ドイツだったらね、まだ 0.5 ユーロでしたけど、ベネチアの物価が高いというのはもう本当にものすごいものです。これすごいな、なんか中に誰か閉じ込められてそうですね。こんな感じのとこもあるんですね。治安が悪そうですけど、これを左右確認してですね、これまた治安が悪そうですけど、右の方へ行って抜けたところにお昼ご飯食べようというところがあります。これは呼び鈴かな。ここの雰囲気もなかなかこういいもんですね。
どっかこれ中国ですとか言われたら中国に見えますけど、屋根の上の構造がなんかお寺みたいな作りしてるな。これ何なんでしょうね。なんとか建築とか言って名前がついてるかもしれませんよ、もしかしたらね。で、目的地はそこでして、観光客がたくさんやってきてますけど、これは読めませんけど、マドンナと書いてあります。ここでね、お昼ご飯になるようです。なんでなるようですって、私が人事みたいに言ってるのかっていうと、全部調べてもらってまして、私はね、ただそれについていくだけという大変お気楽な観光になってるからなんですね。トラットリア、マドンナ、そういうところだそうです。昨日もイカスミパスタ食べたんですけど、今日もですね、イカスミ、ここが発祥の地だということで、このレストランが発祥らしいので、でここでもね、またイカスミ、スパゲッティをいただくことになっております。クモガニサラダというそうです。これ乗ってんのは何でしょうね。私実はね、こういう高級料理なんてのは普段めったに別に食べないわけですから、何なのかよくわかんないですけど、カニ味噌ってこういうやつなんですかね。多分違うと思います。昔北斗星の食堂車で食べたのはこういうやつではなかったけど、あれを思い出しますね。レモンってね、こういう風にして、ですね、前にシェフをやってる方から伺ったんですけど、どこでシェフやってるかちょっと言えないんですけど、レモンはですね、こういういいレモンの場合はこういう風にして絞りなさいという風に教わりました。だからちょっとこれでレモンの香りがこんなにかけて大丈夫そうですね。よかったよかった、きっと相当レモンの香りがついたことでしょう。 OK、 立派ですね。イタリア料理ってのはこういうなんか焼き菓子みたいな、これがなんか有名らしいんですよね。名前知らないんですけど、身がいっぱい入ってますよ。イカスミパスタはこれですね。また私の口が真っ黒になることでしょう。イカもたくさん乗っております。昨日美味しいのは知ってますからね、味も心配せずにいただくことができます。ボンゴレビアンコとか、ああいうのもちょっと食べてみたかったですけどね、少ないようだからそれも頼んでもいいかもしれないけど、洋風の雑炊、つまりリゾットです。アサリみたいなものが入ってる、これ海産物がたくさん混ぜ込められた、まあ炊き込みご飯のリゾットもそんな感じでしょうかね。よくわかりませんが、こちら側は、5ユーロでこの野菜ですが、このサラダはなかなかね、いいんじゃないでしょうか。贅沢品です。ここにありますのがオリーブオイルかけてしまってよろしいでしょうか。そちらはビネガー、こちらは先にかけるんですか。違うようです。いろいろなんか洋風の海外のサラダってドレッシング自分でやるんですけど、この、まあ、ビネガーですよね。このビネガーを、おー、ワンモア、もうノーモアだそうです。あとはこれをうわーっとこう、まだかけるんですか。オリーブお笑い芸人みたいな人いますよね。3分クッキングみたいなやる人、オッケー。こんなにかけるんですね。すごい、さぞや美味しいオリーブサラダみたいな仕上がりというわけです。ビネガーみたいなのちょっとかければいいですね。あとは多分混ぜることが必要でしょうか。必要らしいですから挑戦しようと思います。美味しそうですね。オリーブの香りが漂ってきますよ。美味しいんですけど、やっぱりヨーロッパってのはお米を炊くってことはしないんですね。昨日かミュンヘンでね、のり巻きを買いましたけど、お米もあんまりうまく炊かれてるってことはなかったな。本当に炊くという考えはないし、それに対する味覚も特に持ってないんでしょうね、皆さん。まあこれリゾットは炊くものじゃないのかもしれないけどね、そもそも多分これはこれで合ってるものだと思いますが、ちょっと硬いなという感じがします。しかしやはり久々のお米料理です。店を出るときにね、にこやかな店員さんが話しかけてきました。多分私と同い年ぐらいの店員さんだと思うんですけどね。Yeah, you like me? 何言ってんの、別にあんたのことなんか好きじゃねえよと思ったんですけど、違いました。多分 You are like me と言ったんですよね。いや、君は僕みたいだね。服装がですね、ウェイターみたいな格好してるもんですから、ここで働けるよねと、そういう風なね、冗談を言って、お店で最後見送ってくれたということでした。You like me ってなんかね、と聞こえなかったばっかりにちょっとした間違いが発生していたわけで、これも英語の面白いところといえば面白いところですけど、私も勉強がまだまだ必要だということです。ベネチアの客の入りはもう半端ではなくね、こんだけ綺麗なところだったらみんな来るのも分かりますけど、やっぱ朝の早い時間じゃないとダメだ。いや、朝早い時間でさえ空いているとは言い難いような状態ですからね。今がラッシュというだけです。そしてこのラッシュは夜まで続くのです。
で着きました。ここがね、あのベネチアのところにもヨーロッパよろしく、まあ、ヨーロッパ一般的にこういうところ大きな街だと必ず広場というものが設けられるんですが、広場あるんですね。だから来たわけです。で大体観光は広場に行っとけ間違いないと。今なんで一瞬黙ったのかって言ったの、脇に日本人がいてちょっと気まずかったからです。本当に教会ってのは立派な作りをしてるもんですよね。ここは入場料払えば入れるそうですけど、撮影はしていいのかな、どうなんですかね。またなんか大きいのがいるんですね。頑張って水を飲んでおります。ベネチアで真水っていうのは貴重なんじゃないですかね。結構大きいんですね。これ分かると思うんですけど、なかなかに巨大ですよ。あのモスクワにあったグム百貨店みたいなのありますね。多分グムとかそういう百貨店とかじゃないんだろうけれど、いやそうかもしれないな、分かりませんけど、ローマに来たみたいなんて意味が分かんないけど。ほんでですね、その教会みたいなやつね、入ろうと思ったんですけど、切符売り場は別ですよ言われました。切符売り場がですね大変なんですよ。この教会のことを大変権威ありげな、この構造は大変いいんですけれど、ここにこう行列ずらー、あらなんかあれですね、あの金閣の入場に行列をなす、あの日本人および外国人観光客のその姿を思い浮かべるものです。こういう光景って初めてヨーロッパのこの観光旅行でね初めて見ましたけど、どこでもあるんですね。ベネチアはそれだけ立派で名のある観光地であり、またここは外せないスポットだということでしょう。しかしそういうところにですね、わざわざ行列をなしてまでそこまでして入るかというと、なんかそれは違う気がする。まあ街の中心部ですから、楽しいのは楽しいの間違いないと思いますけれど、まあ、ちょっといいですかね。この暑い中でわざわざ行列してるぐらいだったら、喫茶店でなんかあのアイスココアでも飲んでた方が有意義な気がしますよ、私は。海沿いになりますね。こんな感じの構造物ずらーっと並んでおります。あれですね、あの稚内の北防波堤ドームみたいな、そんな感じでしょうか。あれがなんかこういうこの地方の建造物みたいなの真似たんですよね。立派なもんですけど、どこもなんかモスクワの地下鉄とかですから、あの何ですか、昭和じゃないや、国道駅とか鶴見線のそんな感じになっております。みんな私の方見てね、あの人は何やってんだろうな、YouTuber みたいな珍しいんですかね。まあどこでも珍しいと思いますけど、あのですね、ご覧いただいております通り景色は大変に素晴らしいものですよ。この上なく素晴らしくね、これ見てください。これ海だと思います。あのこのベネチアっていうのは島になってますんでね。でこう海渡ってまた向こうにもなんかこう宗教施設、要するに教会、そんなもん見えてる。いやー立派だなと思いますよ。綺麗、この上なく綺麗なんですけどね、あのもう映像からして分かると思うんですけど、檻からのこの夏の日差しがかかっておりまして、暑いんですね。もうどうしようもなく暑いんですよ。だからさっきからね、あのお茶して、それでちょっとじゃあ涼しくなったから出歩こうか、ちょっと出歩いたと思ったらまたちょっと暑いから、じゃあお茶でもするか、もうお茶するために出歩いてるようなもんなんですね。しょっちゅうそこら中にあるね、あのなんか喫茶店みたいなところに入っちゃ出て出入りを繰り返しております。もうこの暑さですから、やっぱあの観光とかそういうのは秋が手頃なんだろうなということを思い知らされますね。この夏のこの暑さ、じりじりとこう焼けてくる日差しの強さについては、いくら地中海性気候、日本よりも乾いているそのような過ごしやすい気候といえど変わらないものです。でもね、やっぱりあの日陰みたいなところに入りますと随分と違いますよ。日陰に入っちゃえば暑いとは感じないですね、この格好をしてても。私多分このベネチアの中で一二を争うぐらいに厚着をしている自信ありますね。この辺にいる人の中では私が一番暑そうなんじゃないかな。でもまあ日本みたいにうわ暑いだ助けてくれということではないです。でもずっと歩き回る観光をするようなそういう気温ではないようです。ここにあるこのお店はね、これあれですね、あの京都に川床川床っていうのありますけど、高尾の方、高尾っていうんですね、あれね、あの行ったことないんですけど、川が下にこう流れているところのその上で水が流れている上で食事をすると涼しいというやつ、気分だけの問題なんですよね。これ洋風川床です。でまた暑いから証拠りもなくレストランに行ってですね、あの5ユーロまたが500円ぐらいするわけですけど、これでなんですか、あのピーチティーリプトンですよね、それをねいただいているわけです。こんな感じでずっと休憩ばっかりしております。お店の人にですね、
いろいろ注文したらね、お腹すいたとか、ね、こうやっぱり日本語で話しかけてるんですね。最初なんかこの店員態度が悪いなと思ってたんですが、どうもシャレ気がありまして、レモンのはピーチって言うから、ピーチって言ったらね、なんだっけ、桃とか言いながらどっかいなくなりまして、なんか面白いなこの店員はと思ったんですけどね、結局始終態度がそこまでいいというわけではなく、このレストランにしてはどうなのとは思ったんですが、さっき持ってきた時に、よしじゃあここはずっと日本語で話してくるから、私も日本語で礼やって言ってやろうかなと思ってね、ありがとうって言ったらね、プレイ語で今度はなんかイタリア語で返してくる、どういたしましてとか言うのかなと思ったら、そこでうまくねこうイタリア語を使ってくるんだから、なんかこうこのイタリア人のシャレっ気にはね、私たち東洋人は及ばぬところがあるような気がします。うん、こぼれそうだったな。じゃあですね、ベネチアの紹介をここまでにさせていただきまして、急ですけどね、ここから先もまたベネチアに動画出すんですけど、そこからはタクシーに乗ってみようかなと思いますので、それはまた別に動画撮らせていただこうと思いますから、よろしくお願いします。じゃあこんなところです。とりあえずありがとうございました。